メディアの皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。また動画をご視聴の皆さん、いつもありがとうございます。全国的に新型コロナウイルス感染症による感染が再び増えてきています。栃木県内でもここ1週間ほどの感染者は153人、そして那須塩原市でも10名の感染が発表されています。本市での感染者の多くは感染経路が確認されておりますが、引き続き感染対策にご協力をお願いします。さて今日はいよいよワクチン接種の発表を行います。資料の1番、市民向け新型コロナウイルスワクチン接種スケジュールをメディアの皆さんはご覧ください。ワクチン接種、現在ワクチン供給が非常に限られておりますので、このワクチンを効率的に接種していく必要があります。すでに医療従事者の方、100人以上の従事者の方がいらっしゃる医療機関についてはすでに接種が始まっております。またそれ以外での医療従事者の方のワクチン接種は4月25日から西那須の会場で始まります。65歳以上の一般市民の方へのワクチン接種ですが、最初はワクチン供給が非常に限られていることから、集団接種を行うと混乱をきたす恐れがあるので、まずは高齢者入所施設への巡回接種となります。こちらの高齢者入所施設巡回接種は4月19日から逐次行ってまいります。その後5月9日から一般の高齢者の方への集団接種が始まります。集団接種の会場は三和住宅西那須のスポーツプラダ体育館、石川スポーツグラウンド黒磯、そして宇都宮共和大学体育館、この3カ所となります。多くの方に効率的に接種できる体制で臨む予定です。また高齢者の方へのクーポン券及び予診票などの配布時期については4月23日に発送する予定です。接種予約は電話及びウェブ上で受付をします。予約受付は5月6日から開始をします。なおお電話での予約は初日は大変な混雑が予想されますので、ウェブ上ご家族の方などのご協力も得て、ぜひともウェブ上での予約もご検討ください。なおワクチン接種ではありませんが、市民、格安 PCR 検査、現在は1298件、人数に直しますと約2401人、となっております。また観光事業者向けの PCR 検査は413件となっております。特に市民向けの PCR 検査、これは最大1日40件できますが、最近はですね、一桁台、もしくは十数件というふうになっておりますので、ぜひともご活用のことをご検討ください。続きまして、資料の2番、那須塩原駅周辺まちづくりビジョンの策定について発表します。私は市長に就任して以来、まずは那須塩原駅周辺のビジョンをしっかり作り、整備をしていく、そのようにさまざまな場所で申し上げておりました。そして那須塩原駅周辺は那須塩原市のものだけではなく、栃木県北の玄関口として、そこで生活をする市民の皆さん、また外からいらっしゃる観光客、そうした市内外両方の視点が必要であると考えております。就任の1年目は有識者の先生方、
まちづくりビジョン有識者会議を行いました。大変著名な先生方にお集まりいただきまして、私もすべての会議に出席をさせていただきました。そして2年目、1年目は外側の目線、2年目は内側の目線ということで、さまざまな団体の委員で構成される市民懇談会、2000名の市民や市内4つの県立高校の皆さんを対象としたアンケート調査、オンラインによるワークショップを開催し、たくさんの夢や思いをお聞きしてまいりました。こうした多くの皆さんの声を参考に、この度那須塩原駅周辺まちづくりビジョンを策定しました。ビジョンでは、住む人来る人が共に開き育む栃木県北の拠点を基本コンセプトに掲げました。また策定にあたり、幅広い年代層の方に手に取っていただくよう、このようにですね、従来なかったような、非常に親しみやすいデザインを基調にしまして、漫画も載せておりますけれども、できるだけ多くの方に撮っていただけるような、そんなデザインにしてまいりました。今年度はビジョンを具現化するためのロードマップを作成してまいります。多くの方、さまざまなビジョンを描いていただいて、市民の皆様と一緒に那須塩原周辺のまちづくりを進めてまいります。資料の3番、未来の私たちのために気候変動に適応しよう、市民参加による気候変動情報収集分析事業1年目の成果について発表します。那須塩原市では、昨年度市内で起こっている気候変動の影響について、市民や宇都宮大学の教員、学生さんなどの参加によって、市町村としては全国で初めて気候変動情報収集分析事業を実施しました。事業1年目の成果としましては、市の基幹産業である農業、観光業、持続可能なまちづくりに重要な防災、教育、この4つの分野において身近な気候変動の影響を把握し、想定されるリスクや適応策をまとめました。これらの情報を気候変動について市民の皆様と一緒に考えるきっかけとしたいと思いまして、リーフレットとしました。那須塩原市、全国で初の、市町村レベルでは全国初の気候変動適応センターを設置し、先日も発表しましたが、気象予報会社との気候変動の協定であったり、送電事業会社との気候変動をテーマにした協定、さまざまな取り組みを行ってまいります。気候変動に対して受け身ではなくて、自発的に戦略的にですね、考えてこの危機を乗り越えべく、今後もさまざまな取り組みを行ってまいります。最後に資料4、 DX フェローの任命についてであります。 DX フェローについては、この記者会見終了後、株式会社アベジャ代表取締役 CEO 岡田陽介氏の任命式を行います。この岡田陽介氏、大変素晴らしい方で、1988年生まれ、32歳で、令和2年12月から那須塩原市に移住していただいております。10歳からプログラミングを始め、高校でコンピュータグラフィックスを専攻されまして、全国の選手権大会で文部科学大臣賞を受賞、大学在学中もですね、複数の国際会議で発表しておられます。 IT ベンチャーを得てですね、日本ディープランニング協会理事などを務めておられます。現在、もちろん会社の経営だけではなくて、経産省の AI データ契約ガイドライン検討委員会など、政府での委員会も務められておられます。本当に誰しもが聞いたことがあるような、投資会社から、IT の企業から投資を受けたり、非常にですね、その分野で著名な方です。私個人としてはですね、ウサイン・ボルトから走り方を学ぶのかって思うぐらいですね、本当に素晴らしい方に来ていただけたなと思っておりまして、
岡田市のみならずですね、那須塩原市、本当にすごい方が移住されておられるなというふうに感じておられます。話戻しますけれども、岡田市はすでにもう3月に豊浦小学校、日進中学校で、児童生徒に対する、AI に関する講話を行ったりいただいております。で、今年度からですね、この DX デジタルトランスフォーメーションについてはですね、有識者会議を設置して、交通、医療、福祉、産業、教育などのデジタル技術の応用、それから地域社会のデジタル化について検討してまいります。岡田氏もですね、この有識者会議に参加をしていただきますので、その専門的な知識や知見を生かした活躍を期待をしております。繰り返しになりますが、この後任命式を行います。発表は以上であります。